転して聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。カイオウの言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め、今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気だ。まだこのナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。きしょうか。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ。さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。あんなところにも。
ったく人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん、悟空やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン、すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。連れてさっさと突き抜ける。早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪もねえもんを次から次へと殺しやがって。クリーンまで。偉そうなことを言いやがって。貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。だから滅びた。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らない。サイヤ人。俺は貴様
減にしよう。この風やだ。やだと。星は壊せてもたった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオチクシオ。終わりだフリーザ。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。チッ、パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を覚悟しろ。フリーザー、貴様がフルパワーに何年を待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえよ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな。何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか。はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。は、はい。ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。
これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数のものを生き返らせられるのだな。では寿命で死んだものを生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけで、すまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。このしつこいくたばり損ないめ。いいだろう、今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました、海王様、お心遣い感謝いたします。ですがシェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い、フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。
デンデよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを裏伏しにしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。ここ皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。かかってこい、サイヤ人。されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。ハムの一なんと貴様のこのフリーダに勝てるわけがない。ここまでだ。
悔しいか、フリーザ。黙れ。どうした、フリーザ。ちくしょう。たかがサイヤ人に。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。君引っかかるか。いやー、うわー、うわっ、くそー、立つんじゃねえ。スロー、スロー。うわっ、うわー、そんなを自得とはいえ、貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。ちくしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。助けてくれ。頼む。と言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。
オス、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？どうかな。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。やっ、はい。いえ、ありがとうございます。それじゃやってみようっと。おい、